はい、どうも、サンゴハチTVでございます。今日はですね、岐阜にあります大勝軒、こちらのもりそばを食べたいと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。これ一番大きいのっていうのは大盛りの大盛りで、大盛りの大盛りで、もりそばの、はい、店内はこういう具合でございます。手汁でございます。大盛りの大盛りでございます。これだけの麺、そしてつけだれ、早速いただきます。いただきます。はい、いただきますというところでですね、今回は全くノーマルの音に僕の声をちょっとね乗せさせていただきます。よろしくお願いいたします。ファーストズルズルでございます。今回はですね、美味しい美味しいという感じでございます。さあ今回はですね、岐阜大勝軒さんでございます。場所でいうと岐阜市綾部っていうところですね。22号線っていう大きい、産業道路があるんですけれども、このね近くと言ったらいいのかな。噂にね聞いておりました、大勝軒さんの岐阜、めちゃめちゃ美味しいんですよね。食べさせていただきました。かなりね、癒しのスープ、そして麺でございます。東京で食べた東池袋大勝軒さん、ここに味がね大変似ている。ジャンル分けすると東池袋大勝軒さんでございました。麺に関しても、はい、リアルグッド出ております。ありがとうございます。こういう具合にね食べ進める。そしてね、大食いの人向けにはね、こうやって僕が注文をした、大盛りのスープ美味しい、スープ美味しいと言ってます。大盛りの大盛りっていうね、いいメニューがありますんでね、これもね注文していただけるとお腹は満たされますしね、何より大勝軒の美味しいラーメンが食べられると、盛りそばが食べられるというところで大きなアドバンテージですね。はい、うわ美味しいですね。もう店頭さんにもれね、思わず美味しいですって言っちゃうぐらいの美味しさでございます。美味しい。さあちょっとね、首元にですねマイクつけてるんですけれども、音質的にはどうでしょうか。皆さん気に入っていただけますでしょうかね。最近こうしてね、爆裂的なメニューもそうなんですけれども、美味しくね、食べる、そういうシリーズもね勝手に始めておりまして、美味しい、ね、皆様、サンゴハチTVをね、知ってくださった皆様、そしてね、常連さん、リトルサンゴの皆さんにもですね、こうやって楽しんでいただけるようなものを目指しておる次第でございます。さあ、サンゴハチTVですね。すみません、卵いきます。はい、卵いきました。はい、サンゴハチTVですね、最近、機材にちょっとこだわり始めておりまして、機材そして編集っていうね、このね技術2つをね同時に身につけようなんていうね、二頭追うもの一とも得ずのにならないようにね、注意しながら、いろいろとね学びの最中でございます。
なので、いろいろな部分で変化があったり、いろいろな部分で、あれちょっと思いと違うぞなんてことを思うようなことがありましたらですね、お、産後発なかなかなんだやってんじゃねえのみたいなことをね思っていただけると幸いでございます。今回はですね、アフレコフルバージョンといたしまして、まあ、ずっとね喋り続ける感じでいきたいと思っております。はい、グッドが出ておりますよね。さあ、今回ですね、この大正軒さんに関しましては、店内の BGM はねほぼないっていうことで、かなりこのズルズル音が、響いてると思います。楽しんでいただければ幸いでございます。はい、で調べれば調べるほどですね、この岐阜にしても愛知県にしてもですね、東京にしても大阪にしてもいろんなお店があってですね、行くところにはことかからないというふうに気がつきました。遠征、このね岐阜に関しては遠征ではなくて自転車でもね、ちょいちょい走るそういう場所にありますんでね、近場でこう楽しめるお店が多いんだなんてことをね思い立ったが吉日でございます。まだまだね、はい、グッド、おいしい。うわー、参ったこれ。はい、まだまだね、一宮だったり、僕の住んでいるところだったり、そして岐阜だったりですね、他にも知らないお店、新しいお店たくさんありますんで、開拓せざるを得ないですよね、皆さんね。続くグッドボタンです、グッドボタン。さあ、そしてね、現在、チャンネル登録者様はですね、1万7000名に、限りなく近づいております。皆様のおかげでございます、ありがとうございます。ぜひね、ご視聴いただいている皆様、よろしければチャンネル登録していただいてですね、毎日の生活にね、サンゴハチ TV、加えていただけると幸いでございます。こうしたね、ご飯動画とね、自転車動画とね、いろんな動画上げておりますんで、見ていただけるとね、お、なんか面白いじゃん、なんてことをね、思っていただけるかもしれません。おすすめです。なんてことをね、自分自身で言っちゃったりして。もりそばやばいっすね。さあ、もりそばやばいですね、というね、一言が出ております。サンゴハチでございます。さあ、あっという間に進めておりますけれどもですね、サンゴハチ TV の、はい、これはね、楽しむメニューでございます。このメンマがね、がっちり柔らかめでございまして煮込んでありますよね、煮込んでありますよっていうね、そういうのがね見えております。あー、美味しい。さあ、止まりませんですね。今みたいに、豚、チャーシューですね、チャーシューが出てきたということはもうファイナルが近づいております。あ、おいしいな、これ。いやー、おいしいな、これ。心の声がですね、表に漏れておりますけれども、おいしいんです。なので、岐阜の皆さんとかですね、お近くの皆さん、検索はですね、岐阜大正軒で行きましょう。大正軒岐阜みたいな、そういう検索で行きましょう。はい、こんにちは、いらっしゃい。そうするとね、こういうね、
昔ながらの楽しめるね、もりそば出てきますんで。さあ、というところで本日のサンゴ CB の動画、ここまでね、ご視聴皆様ありがとうございます。またね、動画いろいろ出しますんで、ぜひぜひ相手をね、付き合ってください。さあ、というところでこうなりました。ごちそうさまでした。いや、めっちゃくちゃ美味しい。さあ、こういった具合にお皿完食をいたしました。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ちょっと風が強くてすみません。今回ですね、寄せていただきましたのが、こちらのね、大正軒岐阜店さんです。というところで本日のサンゴ味でございました。次の動画でお会いしましょう。バイ。